ちゃうか全然わかんないですけど。おいしいおいしい。うん。上野くんから弾けばいいよ、俺のギター。ね、そしたら、はい、あの企画としてなんとかなるんじゃない。企画。俺は弾かない。指示をするから。曲について質問したんです。答えられることしか答えない。いやもうどこまで話が行くか。そうです、うん。このカメラの前で言うことと、はい、二人の話になったら話は変わると思う。あ、そうですか。うん。じゃあやっぱりなんていうかな、近い人間という、はい、まあ家族だよね。はい、家族にしか言わないことって僕の中で多分あると思うから。あると思います、うん、なんかメンバーには言う。今日一番、うん、多分難しいだろうなと思ったのは、うん、そこで、うん、灰野さんのその外向き用の顔っていうのはあれですけど、うん、選ぶ言葉、うん、内容、うんうん、しか出なかったら、うん、今日僕の負けみたいになるんだろうなと思って。勝ち負け。いやいや勝ち負けですけど。もう負けてるよ。いやそんなことないですよ。絶対勝てないって。あのじゃあ言い方を変えると。僕普段絶対って言葉使わないけど、はい、たまに使うけど、はいはい、それは使っとく。勝てないって。あ、そうですか。うん、じゃあ分かった上でそれはサービス的に。それこそあの上野くんが一番よく知ってる、はい、武術家にとって、はい、一番脅威は、はい、相手から敵意を感じないことでしょ、はい、そうですね、うん、俺敵意ないもん。いや、まあ、敵意僕も敵意はないですよ。ただ多分来ても俺ふーっとこう、あ、うん、ここに手が来ると思うよ。そうですか。でも、うん、まあでそれはね、じゃ一回今後のために言っておくね、はい、あの一瞬でもその言葉を使ったらもう負けだから、はい、いいんですよ僕は負けても。どうなんだ。あのじゃあ勝ち負けで言っても僕負けても全然いいですよ。はい、はいはい、あんまり、うん、その見れない灰野さんが、うんうんうん、みんなが見れれば、うんうんうん、なんかいいかな、うんはい、いいよ何でもいいよ、はいはい、じゃあ、うん、ギター持ちましょうか。持たない。持たないですか、うん、ここに今ありますけど、これ見れば分かるじゃない、どんな音をさせてるか。僕は持っていいんですか。いいよいいよ。あ、じゃあちょっと持ちます。人が弾いてるので一緒にやって本当聞いてても、あーこのギター欲しいって言って、もう本当1週間後ぐらいに買ったんじゃないかな。一音だけ、本当に一音だけ、はいはいはい、あのどこでもいいです。弾いて、いやこの辺がいいな、この辺で、うんうん、それでこの本当にこの楽器を鳴らすという感じで響かせてごらん。ナチュラルなサスティンがかかるでしょ、うんうん、もう終わりがちょっとわからなくない。だからさ、だから静寂ってつけたんです。あれですね、うん、1個弾いただけで、うん、ふーって集中していけます。そうなの、入っていっちゃう、ほんと入っていっちゃう。1個で危ない、このギター。もう大好き。いやでも今このギターじゃなくても、うん、一音をこう優しく弾いて、うんうん、音を最後まで聞くっていうのは、うんうん、すごいいいですね、うん、集中。その問題は2音目にどういうタイミングで音を出すかな。まあそうなりますよね。1個目は出せる。はいはいはい、でまあそうですよ、ね、練習、はいはい、どういうふうに次つなげたいかじゃない。そのし、うん、その考え方でいくと、うん、もうここだけでも飽きなくないですか、ね、いや僕はだから本当に家にいる時はそれだけ、この1音で1音目を弾いた後に、うんうん、そういう考え方をして2音目を出して、うん、じゃあその3、うん、もうでもそのことを考えればもう うん、もうここだけ行きたくないけど、はい、それ病気になるんだ。病気になりますか。そうですよね、閉じこもっちゃうわけだから。いやでこれを一音だけずっと。そうですね、確かにその音がね、うわーってこう、うん、なんとも言えない一覧だけど集中
一の集中だけど、本当こう、まあこの楽器褒めすぎるかもしれないけど、うん、広がっていくじゃない。うん、そうするとああもうここでいいやってなるけど、やっぱそれはね部屋から出ないといけないんで。うん、でも僕ライブでソロギターとかの時の最初に集中する方法を知りたかったんで、これいいですね。その初めに集中するっていうのは分かりやすい言葉だけど、はい、でもまあみんなほぼ似てるんだと思うけど、一生懸命やるぞっていう、それじゃないかな。なんでしょうね、ハイノさん客でいても、うん、一番後ろでいても、うん、なんか見られてるような感じがする。だってみんな見なきゃ失礼じゃん。いやそうだって、みんな お金払って、まあほとんどの人はお金払って来てくれてるわけでしょ、はい、それはなんかこうなんか一瞬でも楽しんでもらいたいじゃん。そうですか、まあ、できればだよ、はい、もちろんこんなの聞いてられるかって帰る人もいるし、あでも次来ない人もいるし、しょうがないけど、多分僕だけじゃなくて、うん、ハイノさんはそういう、うん、お客さんのことを考えてるっていうのが、うん、意外だと思います。でも本当にね、うん、考えてるよ、うんうん、で考えてるっていうのは一つの例で言うとミスで起きることはあるけど、うん、僕ライブ中にほぼ物に当たらないでしょ、うん、っていうことよ。見てるのよ、うん、見てるってことは意識してるし、意識が始まれば、意識なんていうのはもうとどまるとこなんかないんだから、ここ全部意識を充満させて、そしたらその後この箱部屋から自分の意識外に出ていくわけだから、それはもう永遠じゃない。でそうでありたいと思ってるから、それは、うん、それは本当にそう。僕初めてハイノさんのライブ見たのって、うん、東京に出てきて、うん、新宿ロフトに、うん、セバドっていうなんか US のインディーのバンドが来て、セバド？セバドっていうんですかね、それ見に行ったんですよ、うん、そしたら多分セバドがハイノさんを誘ったか、まずハイノさんがいわゆる先に出て、うん、出たんですよね、うん、で一応知ってはいたんですけど、うん、見るの初めてで、うん、ステージが真っ暗なまま、うん、浸透してて、うん、でマーシャルのスイッチが入ったランプだけこう見えて、はあ、でちょっと経ったらあとは、うん、ガーンって轟音が聞こえて、はあ、暗いままで、うん、最後までそのままで、全く何も見えない。たまに多分そのマーシャルの赤いスイッチの前をハイノさんが通るからちょっとたまに点滅するぐらいで、まあロフトで後ろの方だったから見えにくかったっていうのと、暗闇から轟音だけが聞こえてたのと、なんかすごいこう激しく動いてるなっていうのだけが分かって、で2回目見た時はパーカッションソロだったんですよ。もう訳が分からなくなって、僕見事罠にはまってくる。いやもう本当に。おう、そう。じゃあ一番僕にとってはいい経験をしてくれた人だと思うよ。そうですか、うん、で最初の頃僕なんかなぜか思い込みでハイノさんはもともと舞踏の人で、うん、舞踏の人が音楽を始めたってなぜか思ってたんですよ。それはそれまでに上野君は舞踏は見てたの？見たことあったの？いやなかったです。舞踏ってイメージね。そんなに意識して、はい、うん、ところハイノさんのその体の動きがやっぱり舞踏、うんうんうん、まあ、イメージもありますけど、うんうん、舞踏っぽい、うん、でも実際やっぱ音の出し方に関係してる動きっていうんですか、なんか必要がある動きっていうか、すごく嬉しい、そう言ってくれると、なんだろうなと思って、そうすると舞踏っぽくなるっていうか、そのまあ なんでしょうね。おそらくおそらくって言い方はまだなるけど、はい、みんなこう音を出した後、一般的にチョーキングとか、はい、あとそのハーモニクス出す時、その残響だけ出すっ
ていう演奏の仕方するじゃない、例えば一例としてね、はいはいはい、でも僕が、まあ、あえて他の人とちょっと違うところっていうのは意識っていうことがすごくあるけど、はい、弦に指が触れた時意識を触れた弦の下まで持ってるってこと。下までっていうのは弦があるじゃない、はいはい、こうカッティングすると例えば弾くっていうのは摩擦を起こすために触れなきゃいけないわけじゃない、はいはい、でこの音がみんなな、まあ、みんなって相手はするけどほとんどの人は鳴ったところでもういい鳴ったからいい、はあ、と思うでしょう。でまあその独断で言うけど黒い人たちは自分の言いたいことがまだ言い切れてないと、もっとこう俺は言いたいことがもっといっぱいあるんだ、はい、でそしてチョーキングしたかもしれない、ガーンって。なるほど。で、ある人がハーモニックスを使いながらいやながらカーンってその響いてる部分だけを意識を持ってたかもしれない。でも僕はこの弦に触れたあとここまで音を出そうという意識がある。でそれは通常の言葉にちょっと近く言うと、はい、ためがすごく意識してるってこと。音のためを。ためですか、うん、僕はいつもメンバーになってくれる人たちに話すのは一つのリフの中にできるだけ多くのスピードを違うスピードを入れてっていう。でそれをさらに具体的に言うと3つ違うためを入れるの。あ、だからためが例えば初めにドーンっていったためが こういうためになるの。その中にこういうためがあるの。でさらにもう一個あるの。ため三重のためって言ってる不必者では。だあの音がわーもうこう流れてるとこういくわけじゃない、はい、でためって こうなるわけじゃない、まあなりますね、でこれがほらもうすでに椅子が上がってるでしょ、はいはい、これがスピードがさらに2つあるから、はい、もうこれ飛んでって俺ももう多分あのカメラにぶち当たると思う。不必者のためをやると、うん、さんが実際だからそういう弾き方をするからこういうことが起きてくる、はい、これですか。だから例えば一度目のためは弦に例えば当たったまでが一度目のため、はい、で二度目のためからこの弦の下に意識を向けていってるからこういうことが起きる。こっち側もですもんね、うん、だいたいこう弾くからこうまだここまで分かるとして、うん、こっち側は、うん、こっちにつくっていうことは弾いてこの小指で違うスピードを入れてんだと思う、うん、じゃあ、うん、ひょっとしてこのピックガードは変わってるんですか。変わってるって。いや、いやいや、もうそのままこの辺こんなに削れてるのに、うん、ピックガード削れてない。そうだね、不思議。それ自分でも分からない、うん、いずれにせよその三度ダメっていうのがやっぱりそれぐらいやらないと僕のイメージしてるスピード感なんて出ない。一音目の強さっていうのは、うんうん、日本の古い楽器をやる人は似たようなことを言ったんですけど、ね、僕が話の途中悪いけど、はい、なんかこう日本的とか、はい、昔とか、はい、それって逃げだから。あ、まあそうですけど、でも今の人ですよ。今もやってる人です。自分が分からないっていうことに対しての、はい、自己弁護なんだよ。その例えば僕たちの音楽を自分の世代の、僕が、ティーンエイジャーの頃、はい、親たちに聞こえるとわからないと、はい、そうするとお経みたいだっていう説明をよく
されたのよ。わからない、ひょっとして尊いものかもしれないけどわからないからお経って言い方をしたのよ。それにすごく似ちゃうんだよ。その何かをこう比喩とか比較するとき、自分のこの現在にあるものでないものをこう持ってきて借り、それを一つの、比較対象にしちゃうと、それ気をつけた方がいい。そうですね。でも難しいですね、比喩なしで喋るのは。でもここに本人がいるわけだから聞けばいいじゃん。あ、じゃあそのそれは何なんだ、最初の音の強さっていうのは、その音量じゃないですよね、その強さっていうのは何ですか。簡単だよ、ここにいたくないだよ。え、ここにいたくないって意識だよ。あのね、はい、例えば表現があるとして、もうこの段があって、はい、お客さんそこにいると、はい、ちょっとだけ高いわけじゃない、はいはい、やっぱりそれを上から目線で見るのは良くないけど、はい、やっぱりその瞬間は特別なものに してくれてるわけじゃない、自分もしてるわけじゃない、そしたらば何を演じるかでしょ。スイッチみたいな。そうだね、で演じるとき、演出っていうことでは一番の彼方はここにいたくないっていう意識でしょ、現実に対して。ただこれは危険だから そのことも言っておくけど、でも帰ってこなきゃダメだからね。1時間終わったら演奏、ちょっとずれますけど、いいよ演奏してて、これ帰って これないかもなって思った経験やっぱありますよ、いつも演奏してる時、俺は猫イコイコしてるイメージを浮かべてるから大丈夫。あ、大丈夫なんですか、猫ですか。そっか。というかこうほら、お家帰ったら、ご飯よこせって言うわけでしょ、ご飯ちょうだいって、イコイコしてって、それもう本当に現実なわけだから、それはそこに戻らなければ彼女が飢え死にするわけだから。でも、行ってみたいっていう欲望もどっかにないですか。いや、ない。それはないですか。ない。だから言ってじゃん、演じるって、俺は行こうと思ったことない。あ、ないですか。でそれはまた そういうあれすると今度批判が始まるけど、それはドラッグカルチャーの勘違いだから、あ、僕に言わせればね。なるほど。でそれはちょっと話こっちから話しちゃっていい。はい。みんな自由って言葉を使うじゃない。そうですね、自由になりたいって、もうやめなさい。好きにやればいい。自由ってやっぱ不自由を感じるような風に自分がそこに行っちゃってるわけだから。あ、なんか分かります。なんか自由じゃない人ほど、そうそれでまた動いて次の不自由さを味わってまた自由になりたいじゃない、また今度こっち来てあーって 不自由感じてまた自由になるっていうじゃない。好きって違うと思うから。そうですね。僕さらにもう一個言わせてもらうと、それは上野君にも言って俺いろんな話してると思うんだけど、良いっていう言葉は危険だと思ってるから。良いが危険ですか。これいいねとか言うの、良いって本当気をつけないと相手に共有をこうしかねてるんだよね。いいって言った時って共有を、求めちゃう、求めてるってことです、あのもしくはこれいいねって、前提にしようとしてるっていうことですか。いいよねって相手をこう抱き込もうとしてる。あ、自分だけがいいと思ってるんじゃなく当然いいよねみたいな、共犯性を求めてる。好きってすごく個人的じゃない。そうですね。好きって自分だけの表明で、そう相手に共有してない。まだ向こうにはそう好きにしていいよっていう。そうですね。だから僕は良いという言葉と自由って言葉はできるだけ使わないようにしてる。だからインプロビゼーションって言葉嫌いなのよ。しこたまも学習して、で学習したっていうことは人に評価されることを望んでいたわけだから。そうでしょ、僕うまいでしょって、それを一回やった人はインプロビゼーションで僕にはしたらとんでもないよ。してないっていうことですよね。できない。あ、できない。責任取れ。あ、
もう言い切るよ、俺しかいない。え、俺しかインプロビゼーションできない。僕はできないですか。うん、できないですか。普通に初めからチューニングするっていうことは、うん、チューニングした一般のところに自分を置いているわけじゃない。僕に言わせるとインプロビゼーションっていうのはそこからは違うところに行きます。さっき初めに言ったあっちっ、言葉は違うけどここじゃないところっていうのを目指してる人でないとインプロビゼーションはできないと思う。ただそれがいいとは言わないよ、はい、ただそういうことをする羽目になる人間がいるっていう。あ、ちょっとお茶飲むよ。はい、あの昨日早野さんの CD を何枚か聞いてて、うん、ここっていう CD が、ライブ来いよライブちょっと待ってくれ、話進まないじゃないですかいやでも早野さん CD 作ってるんだから、やっぱ CD 聞かれ、うん、もちろんありがたい、ありがとうございます。それはあれじゃないですか、 YouTube じゃないよねもちろん CD、 あの PSF から出た、うん、ありがとう、うん、質問忘れちゃいましたよ。ここだよ。あ、そうですか。あのここ、はい、ここです、ね。三十分のやつ？そうです、そうです。一曲ね。はい。あれは何かを何か買って限定だったと思う。なんかノットフォーセール。そう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 。あれがまた珍しい内容というか。なんですか。自分にとっては珍しいの何もないから。あ、まあそうでしょうけど、僕からするとなんか新鮮な感じだったんですよね、うん、あの言われても嬉しくないかもしれないですけど、うん、明るくていいじゃん、穏やかで嬉しいじゃん嬉しいですかなんかその光みたいな、うん、あ、朝とかかけてていい感じの、うん、でここっていうタイトルがついてるから、うんうんうん、その本当に今日時間の中で話したまさにそれで、うん、あれは戻ってきてるのよ。あ、うん、もうあの世界にはもういるから自分が。ただそのやっぱり、まあ、今日は車でここまで送ってもらえたからだけど、うん、もう日常は電車に乗って、うん、あーって人がいっぱいいて、やだーって言いながら乗り換えをして、うん、どっかこう行くわけじゃない、うん、もうあんな世界にずっと住めないわけだから。そうですね。でちょっと CD、 あのこれを聞きた、この話をちょっと聞きたかったんですよ、うん、これが、うん、まあそのここもそうなんですけど、うん、これは、うん、もうほぼギターあのと歌だよねし、うん、エフェクターもほとんど、うん、あのループ以外は使ってないですよ、ね、うんうんうん、リバーブだけだよね。で、うん、トーンもすごい柔らかめですよね、うん、ギターのトーンも、うん、これは、うん、撮った順に曲が並んでるんですか。違う、それはね、うん、ちょっと編集したよ。あ、そうですか。多分なんかあのそれと曲のタイトルだけを見てると、うん、タイトルの悪い曲覚えてないよ。あるんですよ。で、うん、なんかあらかじめ、うん、最初から最後までちょっとストーリーみたいな流れがあって、うんうんうん、そう撮っていったのかなって思ったんですけど、うん、ねそれはないと思う。あ、そうですか、うん、それとこれは夜中、はい、自分の部屋で、はい、こんなちっちゃいアンプ7ワットとか本当そんな、はい、本当にちっちゃいアンプで、はい、ギターもボーカルも全部入れてる、はい、それをダットの一発撮り。それ、うん、そういう録音はでも、うん、あの最初の方はやってないですよね、早野さん。今聞いた話からしてもすごいパーソナルな、うん、パーソナルってどういう意味ですか。個人のなんかこう、だって自分の部屋でこんなちっちゃいそうですよ。いやだからその形容が違うけど、うん、4畳半、あれ4畳半サイケデリックフォークだね。サイケデリックあの僕は、うん、まあ、インプロっていう言葉は使わないですけど、うん、じゃあちょっと即興みたいにギターを弾くので、うんうん、一番の悩みは、うん、どんなにライブでよくできても、
部屋で弾いてる時のプレイが自分では一番いいって分かってて、それはそうだって。あ、そうですか。でそうだって。そうですよね、やっぱり。だって簡単じゃない、部屋でうわーいい曲できたって思い込んで外でやるわけじゃん、うんうん、外でできた曲を家でやろうと思わないよ。だって自分がその自信っていう言葉だともう嫌だけど、はい、自負ができるわけじゃない。そうですね、あ、これ喜んでもらえるんじゃないかって、それをどっかでやろうと思わない方がいいって。 あとその演奏の始まりも終わりも、うん、完全に自由じゃないですか、うんうん、自分が最近の理想は、僕はライブでも部屋のように、うんうん、いやそうですほとんどみんなのミュージシャンはそうだって。そうですか。だからお金持ちは自分のうちスタジオ建てるじゃないそういうことですかね。ベッドから起きて、はい、トコトコトコってその50歩ぐらいところで顔を洗って、はい、でそのまんまもう隣がライブだったら、はい、もう余分なものを、余分っていうか、ね、何もしないで済むじゃない。でもそれは言葉を変えて、今度は怠け者なんだよ。そうなんですかね。だって現実はさっき言ったように電車に乗るか何かして移動するわけでしょう、はいはいね、移動するっていうのは人に近づくっていう意味じゃない、はいはいはい、だから自分が気持ちよくって自分のためにやってるのは今言ったやり方なのよ。ああ、でも苦労し待つわけでしょ。苦労して行ったのに、うん、フラットで入れたら結構それはそれで最高じゃないですか。いやだからそれはその間に何も起きないことなんてないわけじゃない、はい、電車乗ろしてスイカあなんだよ誤作動してるとか言ってもうピリッてするし、はい、俺とか行きんとすぐもう怒鳴り合いになったりするから僕はすごい好きなんですよね、うん、こういうあの昔もスタジオ入った時に、うん、またちょっと言葉で怒られるかもしれないですけどスタジオだと最初早野さん、うん、まあまあリラックスしてスタートするじゃないですか、うんうん、あのもちろんなんかその時の演奏とか僕すごい好きで、うんうん、でも客としてライブ、うんうん、早野さんのライブを見に行くとその早野さんは絶対聞けないんですよ、うんうん、いやでもそれはそのなんていうかな、家族だけに、そのスタジオ入った時は家族じゃない、はいはいはい、にしかあ、うん、与えられないお得感じゃない。お得感ですか。でもそういうのが好きな人は絶対いるじゃないですか。いやもうそれがまあそれは僕と上野君の、うん、ずれのあるところかもしれないけど、はい、僕はステージ上ではある種の緊張感があった方が好きだから、はいはい、でもこれはちょっとそういうのを作ったなと思いましたけど、作ったっていうかだから1枚ぐらいはまあほら あるじゃない、こんなことも僕できるよ、はい、こんなこともできるよっていうそういう人だよ。そんな軽くないですか。いやいやそうだよ。そうですか。うん、そうですかね。いやこれはこれでだからそのね、その時代的には上野君にはその体現はできてないけど、はい、僕は1枚目に私だけ作ったじゃない、はい、あれをあの時ほとんどあのレコードを買おうとした人、買った人は1曲でガーっていうのは A 面 B 面続いてると思ったと思うよ。あてかそれを意図したから、それで思いっきり外そうと思って短いなんかこう、はいはいはい、うん、形容したくないけどちょっとミニマルっぽい感じの12曲も入れたじゃん、はいはい、あれでそれこそ僕の音楽嫌いになっちゃった人もいるんじゃない、ひょっとすると、はい、不死者をあれ初め不死者だったっけ、初めに見てくれた、あ違う違う、そうだね、そうです、はい、ギターの爆音を聞いて、はい、次行ったらパーカッションで、はい、あれ何っていう、はい、僕は何感が好きだから、はい、それはうすうす、うん、あの分かってきましたけど、あの いたずら抜きってちょっと違う。いやいやそれ認める、ね、いたずらいたずらいたずらしてないと楽しくないじゃない、ね、ギターを灰野さんが弾く、うん、特にギターが好きなのはやっぱり好きっていうことですかね、うん、いろんな楽器をやるしいろんなアプローチとか、うんうん、一番いろんなことができると思う。そうですか、うん、
と思ってる、うん、ギターに関してその話になると言うと、うん、それこそイミジクもゲンズブールが、うん、俺は若い時にギターを弾いてしまった、確かそんなようなこと言ってたんだけど、うん、すごくわかる、いろんなことをやった後ギターを持つと、うん、そこにギターでできることがいろんなことがこう要素としてあって、うん、でさらにエレキギターじゃない、うん、それでやっぱりなんか一番いろんなことを僕はできると思ってる、こうなんか僕にとってのミュージシャン、それもプロのミュージシャンっていうなんかこうもやーんとしてある、だんだん一つそれだけじゃないけど定義ができてきて、うん、ただこうこの音してるじゃない、うん、この音をいかに人に聞かせるかっていうことを考えつくことだと思う、そしてここにピックアップをつける、うん、じゃあ椅子ソロっていうか何でもそう、はあ、うん、何でもでもそう考えて気づくってこと、人よりもあることに気づくってこと、はい、それも音に、我々は音らが音について、はい、これをいい音と思ったら、はい、これをやっぱり聞いてほしいと思うじゃない、でこうやっても後ろの人に聞こえないじゃない、はい、マイク使えばいい、うん、そうするとたったそれだけで5人が50人に 聞こえるようになるから、うん、そのぐらいしか考えてない、ギターほどじゃないけど、うん、この楽器もなかなかっていうやつとかありますか、もちろんいっぱいあるよ、それこそただ全然違うこうものに、うん、自分の思い込みがね、うん、例えばハーディガーディとか、うん、あれ空間を埋め尽くせるから、うん、もういろんなもうハーモニー作れるから、うん、ただあれ強くというかアタック作れないから、うん、なるほど、だそういうのねこういっぱい学んでるともう、うん、広がっていくものはアタック感がない、うん、アタックの一音ガツンってやると広がりがない、うん、だもうあのライブとデッドをいろんなところで頭が極めてきてると思う、うん、そういう極端じゃないけど、うん、比較的どう言っても、うん、やりやすい、優れてるっていうんですかね、優れてるか、まあ、自分のやりたいことにギター近く、まあ似合ってるんじゃないかな、うん、じゃあ、うん、エレキギターまだあると思いますか、何か可能性、エレキギター、エレキギターでの可能性、はい、自分黒でもあるでしょ、まだあります、うん、だってこれから自分の手癖を作ってくるんだもん、うん、自分のやりたい音楽がやっとこうビジョンができてきたから、そしたらそれに向けてテクニックを、うん、その音楽のテクニックを今つけてるの、今ですか、今で、これからですか、だってただその自分のみんなだから、じゃああえて批判をするね、うん、みんなはやりたいやりたくない以前にテクニックをつけられてるじゃない、うん、じゃあ本当にじゃあそれ Am 弾きたいのっていう前にある曲で覚えされて Am 弾いてるわけじゃない、で指の動きもそうなってるわけじゃない、うん、自分の好きな音を一個一個見つけてビートも和音も見つけていって自分のやりたいものができた時、さあここでこう例えばフィンガーピッキングした時、うん、この、 あのこう弾きながらここをどう入れるかって自分のやりたい音楽でこのプラスが出てくるわけじゃん、うん、だそれこそチャックベリーが、うん、あのどうしてこんな行動にしたんだよって感じでしょ、はい、ちょっとあれをやるとき、ロックンロール、はい、でもあれこそチャックベリーがてめえらできねえだろうっていうそのやっぱあると思うのね、俺しかやんないぞって、うん、あれはもう彼の発明なわけじゃん、はい、自分もまだ弾いてないギターの弾き方の発明をどんどんしていくよ、しまんないね、いや今のは良かったと思います、
新鮮ですよ、うん、そうあるべきだし。指立て伏せやってる。え、そのためにですか、うん、結構あれですか、ハリさん努力好きですか。っていうか体が、はい、さっきも言ったやっぱ辛いと、はい、それに耐えられる体にしとかなければ、まあ、もうできなくなるわけじゃない。この年になって分かります、うん、あの体と心と40になったらリスクと50になった時のリスクと、はい、その倍ぐらい60過ぎると感じる。そうですね。そして全部つながってます、ね、そう。そしたら体を同じように演奏するには作っておかなきゃいけない、はい、でさらに今は指を使うことを考え出してるから、ただこうじゃなくね、そしたらもう指作るしかないや、骨弱くなってんの。じゃあまた灰野さんのライブを見に行くと、うん、違う灰野さんがいるわけですね、うん、これ雑談で楽器も弾かないしいいの。楽器ね、持ちもしなかった。俺は弾かないぞ。構えぐらいするかと思ったら構えもしなかった、うん、そういうの1回ぐらいあってもいいじゃん。